お父さんが長時間入った後のトイレは事件現場。撮ってた番組勝手に消される。お父さんとお母さんの昔の写真と今の写真だいぶ違くてびっくりする。私服が父親と似てて不安。電話口で声が変わる。普段勉強しようっていうのに勉強しようとなんか別のことで怒られる。電気代と水道代にうるさい。弁当を出さなかったら次の日死にます。お姉ちゃんの部屋に入ったら殺される。お母さん音楽番組いきなり歌い出す。下の子って泣けば済むと思ってる。親が勝手に人の部屋を掃除する。CM 流れると絶対その歌歌う。ビール飲んでると勧めてくる。期末中間の後にすぐテスト帰ってきたかって聞いてくる。予定行った3日後ぐらいにもう一回寄って聞いてくる。すぐに昔の話をしだす。妹勝手に文房具借りる。死んでる。気がないです。風邪ラインする。